はい、ナショナルスタジアム A グループの第2試合が終わりました。シンガポール対東ティモール、2対0でシンガポールの勝利ということで、シンガポール3勝目、ホスト国シンガポール決勝トーナメント入りを決めました。タイに続いて、2枠目はシンガポールという結果となりました。いや、これホスト国勢いづきます。今日試合内容ですね、まあ決してこういい試合内容だったかというと、そんなにこう抜群に良かったってわけじゃないんですけれども、やっぱりこう勢いがありますね。最終的に 2-0 で、逆に東ティモールはこれで、1勝もできず1得点もできず、残念ながら予選敗退ということになります。決勝トーナメント行きますと、もちろんレベルの高い、試合対戦国が続きますので、シンガポールはここからが本当にこう勝負というか試されるという段階になるかと思います。ということで A グループ決勝トーナメント進出はタイとシンガポール以上の2チームとなりました。ここからまだまだスリーカップ続きます。楽しみにしてください。ではでは。